えっと今日からですねあの番組ちょっとあの変わりまして、えー、少しまあパワーアップということで、えー、私、えー、何でも屋の、えー、鈴木正光が <laughs> たまにこうちょっとあの画面の中に入ってまいりますのでよろしくお願いいたします。 で今日はあのゲストにお迎えしましたのは、えー、セゾン投資代表取締役の中野晴樹さん。はい。皆さんこんばんは。えー、セゾン投資の中野と申します。よろしくお願いいたします。どんなことやってらっしゃいますか。<え>セゾン投資としては。そのよく知ってるじゃないですか。<laughs> あ、その話じゃないですね。あの一応ですね投資信託の運用会社でありまして、はいえー、特徴はですね自分で売るっていうことですね直販っていう形で、うん、まあ独立系というカテゴリーで。 えー、言われてますけども独立系の直販の投資会社、つまり、うんえー、銀行証券会社さんを一切通さずに、うん、私が自らお客様にファンドをお届けするという、はい、産地直送ビきょうはテーマがです、ねえー、こちらにもありますけれども、やばい投資信託。あということで、投資信託業界、まあ、ずっとこうやってらっしゃって、はいろいろ危ない話もあるんじゃないかと。 2人とも山ほど残ってちょうど今、NISA がスタートして、投資信託という商品が注目を集め始めてるそうですね、おかげさまで、これから何も知らずに投資信託を買っちゃったなんて人も出るかもしれませんし、山ほど出てくるじゃなんですかね、そういう人たちに対して、こういうところは注意した方がいいよとかですね、そういった話を一時期やっていこうかなと考えております。 緩くやらてね。ということで、まず一番最初は、どうして投資信託がやばいのかということをまず話をしていきたいと思うんですけれども、投資信託って、昔、ゴミ箱って言われてた時代があったというにその時代の話でいくと、確かにこれ、その通り、やばいですね。ですよね、これ、ゴミ箱の中に、これ、うまい絵、描いてるんですよね、これ。 そういうい意味なんですねその辺の,あの話から伺いたいと、えー、これあの、正道さんもかつて、証券会社でね、某王、ね、証券会社それでお客様に、ねえー、押し付けてた時代があったと、ね、<laughs> はい、何度も伺ってますけれども。えー 僕自身は実は証券会社では働いたことがないんで僕のバックグラウンドはずっとある意味バイサイドってことで運用する人間って証券会社さんにとってはお客さんですからお客だったんですねですから株とか債券とかを買うサイドのことをバイイサドってですよ証券会社はセルサイド証券会社さんはそれを売るんでセルサイドってそんな言い方をよくするんですけどバイサイドから僕はずっと見てきたんですが。 都市信託って、その二十年ぐらい前までは、本当に無法地帯のね。え代物でありまして、で、証券会社さんの自己玉っていうね。自己玉。自分で、あの、まあ、自分のお金で、あの、株を大量に買って。しこっちゃったって、しこるってかりますかね。しこる。ええ、多分損して、不備損を抱えちゃった。はい。で、そういう。 大量の株をどこにも持っていいけなととんでもない値段に下がっちゃってどうしようかとそしたら誰か買ってくれる人いないかなそうだうちの系列の投資信託に買ってもらえばいいじゃないかと言本当にそれを買わせてたわけですよこれがゴミ箱の最大の由来ですよねそれを知らずに私は売っていたと。 その時は知らなかかったんですいですね、営業ですから、支店営業、今ではありえないですよ、これは本当に皆さんに申し上げなきゃいけない、本当にこんなことバカみたいなことは絶対ありえないんですけど、それはもうね、厳しいです、絶対そんなこと、みじんこもできません、みじんこもできない、それはそうなんですけど、でも本当に20年ぐらい前までは、それが普通にできたところがね、この日本の投信業界の恐ろしいところで、そういった過去があるんで、 ちょっと年配の方はね、その経験なんかも合わせて、投資信託なんていうのは、とんでもないものなんだという固定概念がある方、多いですね確かに、投資はね、株はやっても、結局、株で儲けさせてもらったお客さんが、営業マンから、お客さん、この間300万儲かったじゃないですかとちょっと。 これね僕ノルマなんですよ付き合ってくださいよって言ってか,、えー、だから損を覚悟で折、えー、り込んでじゃあいいよ、200万ね、うん、あなたの、ね、投資に買ってあげるよはい、はい、っていうのが普通の商売のモデルでしたからこれで儲けましょうっていうセールスはね、うんうん、少なくともあのやり手の営業マンはしてなかったと思いますよ。あ<ー>もうあの要するに泣泣ききながら、うん、泣き落としで このお願い営業ってうんですかね,すね。売りたくない商品の一つですからね。もうお願いしてはめ込むってね。えー、お願いはめ込み営業ってね。やっ、うん、言ってましたよね。なるほどなるほど。えー、まああのそういう時代を経て、まあいろいろその投資信託もこう少しでもね、こう業界として良くしていこうという努力をしたけれども、えーえー、とはいえどもまだそれでもまあ,あ<の>問題点はたくさんある。結局ですね。うん その大昔は無法地帯だったと思います、はいえー、今はあのきちんとした法でありルルールの整備はされたと思います、うんうん、ただ、えーまあ、やはり僕ら金融業界っていうのは、はい、ものすごくある意味賢い人たちの集まりでもあるんですね、うんうん、そうすると法律ルールがきちんと整備されたらされたで、うん、どうやってそのね隙間をついて抜け穴を探して、うんえー、今までと同じような ね、あの成果を、要するにまあ手数料収入とかですよねはい、はい、上げていくかということにもう全知全能を使うわけですよ。<ー>ですから、そのばかし合いがずっと続いているので、うん、え結局はものすごくレベルは高度になったんですね。はい、あの要するお客さん、投資家個人投資家にはその中身の、うん、おまあ自分がどれぐらい損を織り込んでそれを買わされているかというのは強さは見えないようになっている。うんうん まあそのぐらい巧妙にはなってるんですけど、うん、結局根本的な投資信託に対する、うん、販売側の意識っていうのは変わってないってことです、はい、要するに<ー>投資信託っていうのは本来一生懸命頑張って自分の将来のためにお金を増やしていこう、はい、という人たちのためにあるものですけれども、うん、じゃあそのために、えー、運用側であり販売側であり、うん、そういうものはどれだけ素晴らしいものをその目的に沿ったものを、はい 提供なるほど自分たちの収益をとにかくノルマをきちんと達成していかなきゃいけないからそれをどれだけ売ったり買ったりして手数料に変えられるかっていうことの道具になってるっていうなるほど手数料稼ぎっていう話が出てきたんでちょっとこのデータを一つお見せしたいんですがこれなえですか 運用ファンドの本数と純資産残高の推移ってやつなんですけどこれこ、こずっとあのこれ、89年バブルのピークのところからの残高がずっと出てるんですけども、ずっとこれ、投資の本数増えて、確かこの辺であのこで、運用ファンドの本数がこう多くなると、ファンドマネージャーの負担が重くなるから、減らしましょうということをあの業界を挙げて。 これ何年このピーク何年頃ですか、これ、ピークがですね、老眼でで見えないんす95、五6年ぐらいですね、その後ずっとファンドを減らすという努力をしてきたけれども、このところまたかなり急にまた急角度で実は増えてましてね、ここれっち出前に出しましょうか、こういうやり方があるとさっき打ち合わせで聞きましたねこれね、まず最初に、こうやって出てきますね、ここ、あれ なんか差し申しますかこ。ここ、ここ、あれ?ここ。あ、そう、その一番最初の山のとかありますねはい、はい。ここですね。ここで一回業界が、あの。まあ、一応業界上げて、整理に入ったんですよね。うん、あの。同人、の本数多すぎるよね。うんうん、これ何本ぐらいですか、この時。これね、多分ね、五千、な、数百本。です、うん、そうですよね。六千本です、ね。ですから、ここで、あの、一回証券不祥事なんかも、その前にあったりして。えー えー、やっぱちょっと多すぎる整理しようという機運で減り始めてます、うんはい、で二千数百本ぐらいでこれまず一つ運用会社側から、うんえー、本数が多すぎる害いうのは、ねうん、皆さんすぐお気づきになると思いますそれはファンドマネージャーの数は本数が増えるに従って増えていかないということですようつまりもう人間のスペックというかのキャパ決まっているんです。はいうん で当時、一番ひどい時は僕も知ってる中でも僕、も12本ファンド持ってるんですよなんてね若いマネージャーがいてどんなやつやってんの日本株となんとか株とちょっと忘れちゃいましたあなるほどあれ、なんだっけみたいなね忘れちゃうぐらいたくさんい無理ですよ。本なんて ね、それでそれぞれに運用の本当はそのエクスパティーズというかその専門性がね本来あるわけじゃないですか、うん、僕は日本株のこういう、ね、あのバリュー運用が専門でとかねでも、そんなこと一切お構いなしで、うんえー、お前、まだ手空いてるからこれもやってくれよとか全く違う分野のものまで勝手にされちゃうとかね<ー>そういう時代があったわけです。そそれででんなことで蘇生乱がいきすぎて、うん まあこれ無理だということで減らそうっまあですから一旦減りましたね。はい、でまたニョキニョキと増えて、またにょきにょきと増えてく時代がね。出てますね、これね。うん、あの当時激増大時代がやってきたのが、はい、2004年ぐらいから。ええ実はね明確に言うと2007年リーマンショック。でここで一気に大転換しちゃったんですよ業界上げて。<ー>つまりあのリーマンショックでみんな、うん。 利益が出ななくりましたね証券会社さんですからこれはまたちょっと投資をねの回転営業して手数料で飯穴埋めしていくしかないよねこ俺たちの飯代ということでまた増え始めた要するリーマンショックを一つのターニングポイントとして昔りしたってことです証券会社の経営が厳しくなると投資信託が増える 結局そういうことですね。うあのもう一つはですから、ねあの,、うん、ねあの手数あの株式手数料の自由化っていうのは一つ大きな、はい、投資証券会社自体のビジネスモデルの転換になりましたよね。うん、要するに株式手数料、うん、全く収益にならない時代になりましたから、はい、じゃあ何で我々の、うん あの営業利益を維持していけばいいけばんだ一番あのそこを穴埋めしてくれるのは投資信託に関連するで手数料収入だよねということでその辺りから販売手数料というものに対してのフォーカスがえ要するに経営的にもあのすごく強くなってきてそれから同時に1990年代の後半に銀行が窓ハンを始めましたね。 あのアンチ証券会社モデルをそれはあの要は回転させるんではなくて、えー、まあ残高をきっちり集めて、ね、まあ長期投資の負担を増やすというふうにおっしゃるそういう考え方で最初は入ったと思うんですけど気が付いたらもう数年のうちにですよね某大手都市銀行が真っ先に証券会社モデルの方が分、ねはいうん、かりやすいよねってこう舵を切ったのはあって。 それから山一証券が倒産して元山一の人たちこれを業界では元山っていうんですけどね元山の人たちをたくさん大手の銀行が採用するようになったわけですで銀行に何でそういう人たちを採用するかというと投資信託を売る専門家として大量に採用したわけです。ねこううい人たちが今度は 証券方式の都市信託販売モデルをどん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 銀行にも移植していったということで銀行も気が付いたら回転するような形になってやっぱ販売手数料もめきめきと上がってきたんですけどちょっと一人でペラペラ喋ってね申し訳ないんですけど昔ねある雑誌の企画であと1分で15分経過ということでですね ドワンゴので見てらっしゃる皆さん、あのここからですね、あの本当にあの面白いあの、本当にやばい投資信託の話になるんですが、えー、残念ながらその、ここからのあ<れ><た>今でもずいぶん<え>あの、ね、ちょっと突っ走りすぎたような気がするんですが、ここからさらに、そうですよね、はいあ、隠しネタいっぱいありますね、じゃあ,あの、ポチッてやつを押しておかなきゃいけないということで、ございます前ね、はいあの、投資。 投資信託を販売している銀行の人たちにお酒を飲みながら座談会をやるって企画を昔やったことあるんですよ98年販売員ですか販売員銀行員ですか銀行員でその時にみんなが言ってたのは我々は数字を作るのは得意であるとで今はとりあえずその無茶をするなというふうに言われてるから何もしないけれども われわれが一生懸命こう販売ドライブをかけたら、はい、証券会社から目じゃないよって言ってたんですよ。<ー>うん、なるほどね、うん、だかかららそこへんからこう銀行がまたああの、まあ、今でもそうですよね某大手メガ銀行なんかで、はいえー、専用ファンドを作りますと某大手運用会社の人から聞きましたけど、うん、きっちり例えば約束してた300億、はい、設定前にスパッときれいに300億。 打って設定しそのためにも非常に。